はい。それでは、応用科学系の応用科学分野に関しまして、教授の田中克則が説明させていただきます。私たちの研究室は、大岡山キャンパスの南1号館、東2号館、本館、そして北1号館にございます。私たちの応用科学分野では、機能性物質を原子、分子レベルで解明、設計、そして合成するということをモットーにしております。 特徴といたしましては、有機化学、無機化学、そして物理化学をバランスよく学び、最先端の研究につなぎます。私たちの分野、これは工学系と理学系の融合の分野でございまして、原理を解明、理解しながら応用につなげるということでございます。応用だけを思考する研究、これはですね、やはり新しいものはできないと私たち考えています。応用を思考しながら原理を解明、理解するということが最も重要です。 この私たちの分野の中からですね、世界をリードする企業、そして大学、あるいは公的研究機関での研究者を育てるということを目的にしています。さて、ここには教授の先生方をお示ししておりますが、教授7名、そして准教授の先生方5名、そして助教の先生方7名で構成されています。この教授と准教授の先生方合わせて12の独立研究室がございます。 後にお示ししますが、多彩な研究を行っており、現在では大体でございますが、修士の学生70名、そして博士の学生20名で構成されています。このスライドには、准教授の先生方、そして助教の先生方のお顔をお示ししておりますが、まあ、詳細に関しましては、パンフレットの方をご覧いただければと思います。さて、実際に皆様が受けられる講義です。カリキュラムです。 これに関しましては皆様実際にホームページからご覧いただくことが可能です。応用科学コースに加えまして応用科学に様々な分野を融合させたような融合コース、すなわちエネルギーコース、ライフエンジニアリングコース、原子核工学コースがございます。ここの水色で示した部分、これが実際に皆様が受けられる講義になっております。 この点線で示したところがですね、主に融合コース、エネルギーコースの皆様が受けられる講義となっています。ここに示しますように、大体ですね、1年目と2年目で全てのカリキュラムといいますか、講義を受けられるようになっています。さて、実際の講義ですが、やはり最近ではサイエンスだけではなくてですね、英語で学んで、英語でですね、ディスカッションできる、このような能力が求められています。 そこで、私たちはこの大学院におきましては、全ての講義を英語で行っています。とはいえ、専門の新しい分野の新しい研究内容、これをですね。全て英語で行うというのは、皆様理解に苦しむところがあるかと思います。ご心配されないでください。私たちの講義におきましては、この英語の教科書に補足するような日本語のですね。教科書も用意しております。ここには無機化学材料化学の。 いくつかの教科書をお示ししておりますここには電気化学有機化学の英語の教科書それに対応するですね日本語の教科書を取り揃えておりますさて実際に応用科学研究私たちはどういうことを行っているかについてこれから説明させていただきます応用化学科目群がカバーする領域といたしまして4つございます合成 シェンテシスですね複雑な分子を構築する2番目にキャタリシス触媒ですすね化学反応を加速するこの触媒を見つけることによって1番目の合成複雑な分子を構築することも可能となるわけです3番目といたしましてエレクトロケミストリーエナジーすなわちエネルギーを効率的に変換するそのような物質を調整するということです最後4番目といたしましてノーベルマテリアルズ 新しい物質マテリアルを作るこのような四つの領域について検討を行っていますそれでは実際に私たちがどのような研究を行っているか次に一部でございますが紹介したいと思いますこれは合成化学錯体化学の分野の研究です 例えばここに示しますようにメビウス型あるいはケージ型分子さらにはこのように有機金属サンドイッチクラスターというですね見るからに興味深いユニークな分子を合成していますこれら分子を創生することによってこれら新しい分子の新しい機能を初めて引き出すことが可能となるわけですここには触媒科学電気科学の分野の研究をお示ししました 例えばですね二酸化炭素と水の電解による CO やメタンなど還元生成物と酸素の合成が可能となっています,すなわち再生可能エネルギー由来の電力の利用により人工光合成系を達成することができています。 一方で例えば熱水噴出口による電気化学と化学構成を検討されている先生方もおられます。実際に皆様がですねこの海の中に潜って検討されているそのようなユニークな分野の研究もございます。一方ここでは材料科学エネルギーの分野の研究ですが例えば原子スケールで制御された薄膜合成技術を開発しており新物性新機能を探索しています。 あるいは、ここに示しますように、電解効果トランジスター、超電灯スイッチ、磁気デバイスなど様々な機能性デバイスを私たちが独自に開発しています。一方で、放射線科学の分野では、マイクロ・ナノテクノロジーを駆使して、科学分析システムによる放射性廃棄物の低減化や支援化にも挑戦しています。 最後にこれはケミカルバイオロジーという比較的新しい分野ですがまさに化学とと生物の間の間ころを行くような分野です例えばがんのその部位でですね抗がん活性物質を有機合成化学により合成して副作用なく治療するという検討も行っております。また乳がんの患者さんをですね手術中に有機合成化学を行って迅速に診断する。 という臨床研究にもつながるような研究を行っているということでございますはい、最後になりましたが応用化学分野これは物質研究のメインプレイヤーであり皆さんご存知のようにほとんどの主要大学に設置されています特にここ東高大応用化学は世界トップクラスの研究力を有しておりここに示しますようなさまざまな科学系のトップジャーナルに最近でも掲載しています また大型研究プロジェクトもですねたくさん、えー、進行しており皆様は最先端の研究を充実した研究設備を用いて行うことが可能です一方我々は強い伝統を持っており OBOG の先輩方の強いバックアップのもと研究を行っております是非来年度皆様と一緒に研究をご一緒できることを楽しみにしております